築地市場から豊洲市場への移転に関する経緯および両市場の適正性ほか4項目について証人から証言を求めます。市場用地としてある程度許容できる範囲までの土壌整備をしてもらうというそういう考えで臨んでいたということでございます。汚染土壌について貸し担保を免責したと言われているこのような条項が記載されている協定書を交わした理由と経緯についてご説明をいただきたいと思います。東京ガスはですね貸し担保責任、いわゆる法的責任についてはですね、もう自分たちは果たしていると、履行済みであるというのが一つでございます。それからですね、もう一つは、ですから法的責任にないものについての新たな負担に応じると、そういうことでございますので、その限りはですね、ここでまあ区切りをつけるというか、これ以上責任がないということを明確にしてほしいということでございまして。で我々といたしましてはですね、まずそこの最初のところの貸し担保責任は履行済みあるということについては、これはその当時、私どもも法律の先生方とかなんかご相談してですね、やはり条例上の手続きを完了してですね、東京都もその確認をしているという以上はですね、貸し担保責任については、やはり請求することは難しいだろうと、そういうことを考えていたものですので、そこのところについては、やはり東京ガスの言い分は、我々としても、受けるわけじゃないけど、言い分は言い分としてですね、受けられざるを得ないのかなというふうに思ってございます。結論と申し上げますと、貸し担保責任について都が放棄したものではないというふうに認識してございます。